秋保温泉は仙台市街地から大変近い高アクセスな温泉地ですので、やはりまずは地元のお客様が震災前と同じような、そして震災前よりもですね、もっともっとお越しいただけるような、そんな身近な温泉地になれたらいいな。仙台の奥座敷秋保、広大な自然に身も心も温まる温泉、古くから受け継がれる伝統工芸、そしてグルメ、震災で今も影響を受けている観光地の魅力を改めて見つめ直していきます。秋保は温泉のほかに工芸の里というもう一つの顔を持ち、伝統工芸品から陶芸、ガラス細工などさまざまな職人が活動拠点としている場所なんです。ここ木の家では秋保の作家たちの作品がずらりと並んでいます。お気に入りの作品を見つけてみてください。今回ご紹介する温泉宿はこちら、かがり火の湯緑水亭。館内に入ると高級感あふれる空間が広がります。そしてお部屋に入ると秋保の里を一望できる大パノラマが広がっています。また広大な日本庭園も自慢の一つです。空間がですね、緑水亭だけの空間ということで、大変静かでゆっくりとした時間が流れているということで、こうすごくくつろげるというお客様に感想をいただいております。温泉は鉄を含み疲労回復や神経痛などに効果があると言われています。震災後も多くの人たちの心と体を癒してきました。当館のその復活するときにお風呂から再開したんですけれども、また余震で何があるかわからないということで、最初の2週間は無料でお風呂を開放させていただきまして、避難所からのお風呂に入りに来られる方が本当に多くて、朝5時過ぎから玄関から並ばれて、その無料で入れさせてくれてありがとうっていう、その後にですね、たくさんお手紙とかご連絡いただきまして、でその後にまたその方たちがお泊まりにお越しにいただいたりとかですね、こう新たなまたこう絆じゃないですけれども、お客様との交流が持てたというのは本当に嬉しいことですね。こちらは震災後にリニューアルオープンしたレストランハーモニー。自然を見渡せる広々とした魅力的な空間で、貸し切り会場から個室まで様々な用途にご利用できます。そして自慢のお料理、山海の幸が豊富な宮城県の食材を厳選し、秋保の四季の移ろいを取り入れた贅沢なひとときを味わえるお料理です。前菜から最後の料理まで、次はどんなものを食べさせてくれるんだろう、そんな期待を裏切らない一皿一皿丁寧に仕上げられた料理です。またビアカウンターで楽しめる緑水亭オリジナルのビールかがり火は、すっきりとした味わいで女性の方におすすめです。さらに音大出身の若旦那と若おかみの演奏によるミニコンサートや庭園を使ったコンサートなど、緑水亭は音楽を楽しめる宿でもあるんです。地元の皆様方が憩いの場として温泉に入りたいとか、一泊、家族でゆっくりお食事をとりたい、そしてゆっくりしたいっていう時にですね、ぜひアクセスのいい秋保温泉に来ていただきたい、そういう思いですね。